暑熱順化とは、徐々に体を暑さに順応させることである。暑熱順化、暑熱順応とも表記される。昨今、熱中症患者が急増している要因の一つとして、専門家は暑熱順化が不十分な点を挙げる。発汗を促すことと環境温度を見直すことに大別できる。前者では、ウォーキングやジョギング、自転車などの運動、半身浴やサウナも効果がある。運動環境の湿度は低い方が効果が高く、若年層においては有酸素運動が比較的有効である。後者では半袖かつ厚着をせずに快適にいられる程度に冷房の設定温度を高めに設定し、朝夕は室内に外気を取り入れる方法がある。いずれの場合でも適切な水分補給は不可欠である。順化はおおむね1週間、ないし10日で整えることができるが、運動強度を上げることにより、効果を早めることができる。新陳代謝及び発汗機能の向上に有効である。汗腺の働きが活発になり、発汗量が増加するものの塩分は、汗腺導管部で再吸収されることから、塩分喪失が抑制される。汗は、塩分が少なくサラサラになり、水分補給により、体液バランスが回復しやすくなることから、熱中症になりにくくなる。発汗反応の効果は胴体に比べ手や足など末梢部の方が高く現れる。ありがとうございます。